こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中ひとしです。今回もですね、春日田園雑居ですね、連作12首の第11首です。ですね、半生代のですね、七言絶句ですかけども、それをご紹介します。春日田園雑居12首の11、半世紀子。吉日初めて開く首刀の包み、南山雷動きて雨、宵に連なると、あーですね、ということで、ですね、なんですか、いい日を選んで、ですね、もみ、首刀というのはもみですね、種もみです。それの、ですね、包みですね、紙かなんかでこう包んどったんでしょう。それを、ね、封を開いたということです。ね、豊年満作になるように、いい日を選んで、ですね、開けましたというですね。これを水につけてですね、芽を出させて、苗を、ね、作るということでしょう。で、南山、南の山ですね、雷動きて、ですね、春になって天気が、ですね、不安定になって、ね、雷も聞こえてくる。で、雨、宵に連なると。ですね。夜まで雨が降り続くということですね。まあ、豊年のですね、予感がするということです。この場合、まあ、雨というのも、ですね、これ、この場合は、まあ、恵みの雨ということですね。吉日初めて開く、首刀の包み、南山雷動きて雨宵に連なると。そうですね。それから、ですね、三四句ですね。今年かけず、横殿の水と。ね。まあ、種もみをですね、こう、巻くですね。まあ、苗床ですよか、ですね。その横殿の水ですね、は、ですね、たくさん、今年は雨が降って、ですね、欠くことがない、非常に十分であると、ですね。で、新たにみなぎりて、みるみる、小京を打つ、というね。で、まあ、水かさが、ですね、雨が、こう、降り続くから、ですね、水かさが上がってくるんですね。みるみるうちに、いいですね、まあ、簡単な、ですね、木を渡しただけの橋に、を、うん、ボコ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 ってですね、みなぎった、水が、ですね、叩くよと、打ちつけると。いうですね、まあ、谷川の水がもう満杯になってると。そんな感じが、ですね、ここには、書かれています。今年かけず、横殿の水、新たにみなぎりて、みるみる小京を打つと。いうね。はい。それではもう一度読みますね。春日田園雑居、十二首の十一、半世紀子。吉日初めて開く首刀の包み、南山雷動きて雨、宵に連なる。今年かけず横殿の水、新たにみなぎりてみるみる小京を打つ。表則ですけども、二字目、四字目、六字目、それが裏返しの関係になっていますね。それから、多いんですけども、一句目が、上表、
参考の印ですね。これが方。ごめんなさい。下表、参考の印ですね。そして、二句目、四句目の最後の字ですね。これは、下表、二章の印に属します。章と教ですね。よく似ているので、これは通じて、共通して応印しています。通応と言いますが、ですね。共通して応印していると。印の種類が違いますけども、共通して応印していると考えて、られます。はい。それでは、ですね。最後に北京語で読みましょう。春日田園雑誌十二首之十一。范石湖吉里初开种岛包南山雷动雨连宵今年 不见秧田水新疆康康拍小桥吉里初开种岛包南山雷动雨连宵今年不见秧田水新长康康派小桥ですね。豊年満作のですね、予感がするというですね、そういう、詩です。ですね。はい。平和な農村を描いていると、そういうことだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。